望の歌。思い切って詩をつけるなんて言っちゃったけど、いいフレーズってなかなか浮かばないな。旅を続けていればきっと見つかるはず。さ、ここが次の舞台ね。ああ、女神様、力をお貸しください。ん？タンジーのバカ力でもびくともしないか。タンジーのせいだよ、近道しようなんて言うから。リコが寝坊しなきゃ急ぐ必要なかったんだけど。ただでさえ船が遅れて押し押しだってのに。押してダメなら引いてみよう。うん、うん、ちょ、やめ。劇はこうでなくては。言ってる場合ですか座長。台車がなきゃ丸腰で舞台に笑い物になりますよ。本望だな。笑顔に勝る宝などない。私知ってます、ハマった時に抜ける方法。は、本当？っていうかあなた誰？島の人？旅の者です。皆さん、丈夫な棒はありますか？コーダの縦笛じゃない。いいわけないでしょ。なさそうかな。ちょっと待ってて、私が探してきます。これをこうして、さあ動かしましょう。せーの。抜けたー。あー、女神様。
見知らぬ少女よ、助かったぞ。田舎じゃ男の子に紛れて泥遊びしてたから。可愛らしいのにやるわね。お嬢ちゃん、名前は？アグネアです。アグネア・ブリスターニ。ブリスターニ、まあいい。アグネア、心よりお礼を。我らはジゼルザだ。旅芸人をしている。わあすごい、いきなり鳩が。笑ってくれたな。知っているか、笑顔に勝る宝などない。だから我らは世界中を巡り宝集めをしているのさ。世界の隅まで笑わせる、それがジゼルザの合言葉だ。素敵。私踊り子なんです。スターを目指して旅してます。ねえリコ、こうだ。アグネア、夢見る少女よ。スターとはどんな時も人を笑顔にする存在だ。やめる時も雨の時も恋する時も、客の前に立ち続けるものだけがたどり着ける高みさ。はい、座長さん。座長、そろそろリハーサルの時間が。楽しい時は一瞬だな。また会おう、夢見るアグネアよ。後で舞台をやるから、よかったら見に来てね。笑顔になること受け合いよ。世界の隅まで笑わせる、どんな舞台なんだろう。きっといい勉強になりそう。よし、行ってみよう。目を離した私が悪かった。油断したわ。はあ、捕まえるの大変なのに。あら、アグネアちゃん。
どうしたんですか、皆さん。舞台は？それが、逃げちゃって。逃げたって、あ、さっきの鳩？大変！私も探すの手伝います。違うの。逃げたのは座長よ。どういうことですか？本番前になるとたまにあるの、打たれ弱いとこがあってね。連れ戻さなきゃ主役不在になるわ。あー、女神様。タンジーさん、私にも手伝わせて。座長さんに何があったかはわからないけど、集まってくれるお客さんのために座長さんを探しましょう。こんなところにいた。夢見るアグネアか。急にいなくなって何があったんですか？消えたんだ、口上のセリフが。リハーサルでな、急に頭が真っ白になった。あれが本番だったらと思うと、そっとする。前にも何度かあった。その度に逃げたんだ。もう舞台には立てない。私の芸人人生は終幕さ。舞台を楽しみに来たお客さんはどうなるんですか？はあ、海はいい。悩みも苦しみも何もない。きっと心地いいだろう。何者にも干渉されず。ああ、願わくば海の底で静かに眠りたい。貝なりたい。座長さん、貝になりたいって。てんだべ。なに言ってんだべ。だべ生きてりゃ辛いこともある。当たり前だべ。
でも目の前の人は何があっても幸せにする。それが私たちの存在意義だべよ。その足ボロボロではないか。何度も豆を作っては潰した指先、まさにたゆまぬ努力の結晶。君はその年でどれほどの苦労を。こんなの何でもない。ずっと踊ってきただけ。目の前の誰かのために。ジゼル、前を向くんだべ。セリフが消えたらまた覚えればいいべ。自分を信じて努力して技を磨く。どんな時もみんなを幸せにする。それがスター。つまずいたって踊り続けるんだべ。つまずいたって踊り続ける。殻から出るのよ、ジゼル。あなたは貝じゃない、光り輝く真珠よ。みんなに届けるの、あなたの輝きを。アクネア、やろう。もう一度踊ってみよう。一緒に行きましょう。世界の隅から隅まで馬車を借り、今宵たどり着いたはトロップホップ。皆様の心に咲かせましょう、笑顔という花を。世界の隅まで笑わせる、我らはジゼル・ザ。アグネアちゃんのおかげよ。台車のみならず座長まで正しい道に戻してくれた。ああ、ごめんなさい、ちょっと熱くなりすぎました。座長さんを呼び捨てにしちゃったし。いいって、そんなこと、感謝しかないよ。あの人はいい芝居するでしょ。はい、とっても。座長はあの逃げ癖のせいで劇団を転々としてたの。でも舞台に立ちさえすれば誰より輝くのよ。ねえアグネアちゃん、
どんな魔法を使ったの？今夜の座長は今までで一番輝いてるわ。ああ、女神様、今日という日に感謝いたします。ありがとう、とびっきりの笑顔をありがとう。さて、皆さんに紹介したい。ここまで私を導いてくれた恩人、旅の踊り子アグネアだ。出番みたいよ、スターさん。さあ、一曲披露してもらおう。踊るわよ。乾杯。今宵の成功、そして我が心の死、アグネア。心の？君ならきっと世界中を幸せにできると。そうですかね。同感です。この子はきっとスターになる。アグネアならドルシネアにも引けを取らない。人を幸せにする才能は本物だ。そんな褒めても何も出ねっから。私たちも負けてられないわ。もっと練習しましょう。なんたって次の舞台は大舞踏祭なんだから。大舞踏祭？東大陸最大の祭典よ。世界中から芸人や踊り子が集まるの。そこへ立つのは芸に生きる者の最高の栄誉よ。よし、決めたわ。私もそれを目指す。アグネアちゃんも？なんか感じたんです。私が目指すスターの道がそこにある気がする。だったら行くきゃ。内緒内緒。アグネア・ブリスターに思い出したぞ。かつての西大陸のスタークアニー・ブリスターニと同じ仮名だ。ご存知なんですか？そうか、君は彼女の娘だったか。
以前工業で西大陸のサイという町を訪れた時に聞いた話なんだが、そこで彼女は20年ほど前に踊り子として活躍していたそうだ。やはり皆に愛されていたと聞いた。君と同じようにな。母さんがいた町、私も行ってみたい。母さんの思い出が残る町に。今年の大舞踏祭まではまだ日がある。先にそちらに行ってみるのもいいかもしれない。ええ、そうします。教えてくれてありがとう、座長さん。アグネア、私は君にくじけない心をもらった。だが私は君に何かを与えられたのだろうか。座長さん、私ももらったよ。みんなからも。それならよかった。アグネア、君の旅に幸あれ。何があろうと笑っていよう。そうすれば幸せがやってくる。素敵なフレーズ。座長さん、それ歌にしてもいいですか？光栄だ。座長、準備できました。それじゃあお別れね、アグネアちゃん。女神様の祝福がありますように。元気でね、ジゼル座の皆さん。次に会う時は大舞踏祭ね。ああ、胸が踊るな。踊りすぎて逃げないでくださいよ、座長。心配するな、私はもうどこへも逃げん。つまずいても踊り続けるさ。だろう、アグネア。